どうもこんにちは。今回はですね、外国産のクワガタマレーアンタイウスについて見ていきたいと思います。まあ、アンタイウスの中でもマレーアンタイウスっていうのが一番独特の型をしてるんですけれども、大陸系ともヒマラヤ系とも長系とも違う完全に独立した3階の個体群がマレーアンタイウスですね。まず特徴としてはほとんど大型化しません。大陸系のタイ、ラオス、ベトナムとかあの辺は85ミリ超えるような個体も見たことありますけれども、マレーは80ミリ超えるのがやっとぐらいで、ほとんど大型化しない産地ですね。で、一番の特徴というのはこの内歯の張り出し、まあ、いわゆる水かき型と呼ばれる強烈な内歯の張り出しがマレーアンタイウスの特徴です。まあ、張り出す角度としてはちょうど真横、ヒマラヤ系みたいにグイッと上がったりしませんね。あとはこの大顎の先端が強く湾曲します。これがマレーの特徴ですね。他の産地にはありえないマレーならではの型になってますんで、大昔からそこが魅力的で根強い固定ファンがついてる産地がマレーです。日本人のオオクワガタに対する美意識っていうのは、やはり絶対的に国産オオクワガタの大歯形っていうのが基準になってると思うんですけれども、そういう意味でこういったヒマラヤ系のアンタイウスは日本人のオオクワガタに対する美意識に似通ってる部分があるんじゃないかと思うんですけど、こういうね、内歯の上がり方とか張り出し具合が国産オオクワガタに近いっていうのがヒマラヤ系アンタイウスの一つの魅力ではあるんですけど、マレーというのはまた一風変わった大顎してますから、これ比べていただければわかるんですけど、左がブータンで右がマレーなんですよ。やっぱりね、ブータンはヒマラヤ系ですから内歯が上に向かって反っていくイメージですけど、マレーはね完全に真横に水かき型がグイッと張り出しているということですね。あとは大顎の先端がヒマラヤ系に比べてさらに内側へ眠っているというのがこのマレーの特徴です。体のね、ツヤとか質感はアンタイウスはどれも大体一緒なんですけど、やはりマレーの場合はこの大顎のあたりが大きく特徴の出る産地ですね。こちらの方はですね、ミャンマーアンタイウスです。カチン州チュトラジさん。ミャンマーとかあとは東インドの、ニプールとかあのあたりはナガランド系と呼ばれるアンタイウスなんですけれども、大顎の特徴としてはヒマラヤ系ほど内歯が上がらない、国産オオクワガタでいうと若干中歯っぽいというね、かなり顎の先の方に内歯がグイッと出てくるんだけど上を向かない、ある程度横を向いて中歯っぽいというのがこの長系の特徴です。マレーと比べていただくとやっぱりそれぞれ違いますね。マレーはもっと顎の根元の方から内歯が出てて、
横に大きく張り出すというのが特徴です。ミャンマーはね、まあ、ヒマラヤとも大陸ともそれぞれ違う中間系というフォルムをしてまして、まあよく言えばどうだろう、振れ幅が魅力というか、まあ、悪く言うと中途半端っていうね、まあ、だけどカチンのアンタイウスは一時期最高峰のブランドだったんで、自分としてもかなり思い入れがあるんですけど、まあ、これについてはまた後日別に動画作りたいと思います。大陸系のアンタイウスが今ちょっと手元になくて比較対象がないのが本当に申し訳ないんですけど、タイ、ラオス、ベトナムとかその辺ですね、まあ、あるとしてマレーと比べた場合はるかにサイズが大型化しやすいです。で、内視が横に出るっていうのは大陸もマレーも同じなんですけど、大陸はマレーほどグイッと張り出したりはしないですね、まあ、若干おとなしめの中止系といったフォルムになります。で、大顎の先端が内側へ眠りながら湾曲していくのはマレーも大陸も同じですね。まあ、マレーの方がちょっとコンパクトな感じはするんですけど、まあ、その分内視の張り出しがごつくてかっこいいという、まあ、それぞれの魅力の違いみたいなものはあると思います。ここからはさらにマニアックな話になって大変恐縮なんですけれども、マレーアンタイウスの詳細産地について、まずマレーアンタイウスの中でも一番入荷数が多くて流通量も未だに多いのがキャメロンハイランド。このキャメロンハイランドは20年以上前から存在するマレーアンタイウスの優秀な血統で、ドルクスマン B 血統っていうのがあるんですけど、それも産地はキャメロンハイランドですね。まあ、入荷数もアンタイウスの中ではそれなりに多いのがキャメロンハイランドなんで、まあ、個体差もそれなりに多いと思います。で、次に、ゲンティンハイランド、最近あまり見かけないですね。さらに見かけないのが老人ハイランド、まあ、三大ハイランドといった感じですけれども、あとはケランタンで、このキャメロン、ゲンティン、老人、ケランタン、まあこの辺りはですね、アンタイウスだけじゃなくてリディエル、シカクワガタだとかモセリ、オオモニ、まあ、この辺りも結構入荷してますね。で、フレーザーヒル、これも最近見ないですね。で、ブルーバレー、で、ブルーバレーのさらにフィマーレっていう地名が残ってる血統もあります。ブルーバレーはね、マレーアンタイウスの中でも一時期最高峰の扱い受けてた産地ですんで、今でも熱心なブリーダーさんが継続してやっておられることがあると思います。そしてグノンヌアン、こちらの方はグノンヌアンなんですけど、グノンヌアンはマレーアンタイウスとしては最南端の産地になります。マレー半島のだいぶ南の方ですね。まあ、アンタイウス全体で見ても一番南の産地がグノンヌアンになるんですけれども、まあ、自分もワイルドからやってた産地でちょっと思い入れがあるんで今回また入手したという形なんですけれども、そして、これはもう見かけないですね。多分もうないと思います。グノンブブ、このね、グノンブブはショップさんの自己採集血統なんですよ。もうないでしょ、間違いなく。あとは消滅産地というか流通途絶えて見かけないというので、ブケットティンギー、カンポンアタップ、まあ、そういう産地も昔はあったという感じですね。まあ、大体これで
自分が覚えてる範囲としては全部になるんですけれども、まあ、ここまでねこだわってブリードを継続しておられる方もなかなかいないと思いますけれども、マレーアンタイウスの血統についてなんですけど、内脂の張り出しを、まあ、印象付けて血統化しておられるっていうのがドルクスマン B 血統で、あとは個人的にはグノンヌアンのマレーアンタイウスも結構内脂がごつっと張り出してかっこいいといった記憶があります。マレーアンタイウスを飼育していく上でのマレーならではの特徴といった部分なんですけれども、まあ、飼育方法の大枠では他のアンタイウスと全く同じで OK です。マレーだからこうしなきゃいけないっていうのは特にないですね。まあ、アンタイウスそのものが産卵も幼虫飼育も低温でやっていくクワガタになるんですけれども、ただマレーは他の産地に比べて若干低温にツボがあるように感じてます。産卵にせよ幼虫飼育にせよ他の産地よりは低温の方が調子がいいんじゃないかという印象があるんですけれども、あと欠点としてはマレーはインブリには弱い部分がありますね。まあインブリード F4、F5、F6 と、まあ、他の血を入れずにずっとつなげていった場合産卵数が減っていくんですよ。まあ、マレーアンタイウスってヒマラヤ系みたいにポコポコ産卵しない産地なんですけれども、まあ、20から30ぐらいでよくできたなっていうぐらい、なかなか多産のクワガタではないといったところがあるんですけれども、インブリードをかけていくとそれがさらに傾向として出てしまう、だんだん産まなくなるっていうのがあります。そういった状況の中でドルクスマン B 血統はずっと維持されてきてて、未だに産卵数が維持できるという、まあ、奇跡の地位という形でうちの師匠なんかおっしゃってましたけれども、まあ、そういう感じでマレーならではのちょっとした癖みたいなのはあると思いますんで、まあ、頭の隅っこに入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。今回はどうもありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。バイバイ。